演奏に酔いしれた観客は第一楽章が終わったところで思わず喝采。やや戸惑う辻井さん、でも心の中は温かい拍手に満足。音楽は一生勉強だし、もう一生ずっとずっとこう成長し続けていかなきゃいけないので、やっぱ音楽家っていうのは、なので非常にまだまだこれで終わりだとは全然思ってないし、もっともっとこれからもいろんな発見をして、そして自分でもいろんなもっと経験もして、こうまたさらに成長して、こう自分の音楽にさらに深みを増していきたいなと思っています。